はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。今回は大光立志伝5、細川藤田が悪名コンプリート、続けていきたいと思います。で、今浦上家岡山城にやってきたんですけども、浮田直家が岡山城の城主になっていました。以前ここはですね、浦上の直轄市になってたんですが、直家が城主になったことによって直家が謀反を起こしてくれる可能性があるので、ここはですね、将軍を見限り直家のもとに走りたいと思います。これを行うことによって、悪名をね、高めていくということになります。で、陪審時に謀反を2回成功させる、これを行うと関心が手に入るので、そのうち1回を直家のもとで完了させておきたいという思いですね。では早速将軍のもとに行ってここを引き払いましょう。お世話になりましたということですね。土壌、ちょっと待ってね、その前にだ、金をちょっとでも欲しいので、今表情まで48日だよね。なのでより悪名を高めるために、表情で3000もらってから出奔しましょう。それが一番金をせしめる悪名高い行為になると思うので、そうします。では城に行って、まずは直家と茶でも組み交わしましょう。まあ、仲がいいに越したことはないですからね。で、周辺の人たちともね、ちょっと仲良くしておきたいと思います。はい、高橋明太とですね、手合わせを行って勝って10連勝したところで剣士の称号を手に入れています。武力プラス3です。まあ、この後ね、辻斬りを行う時が来た時に効果が出てくるかなと思います。では表情が近づいてきましたので、一度本拠地に戻り、寝て金3000をくすねて出奔して、浮田直家のもとに走りましょう。お金はね、あるに越したことはないですからね。ではまず自宅で寝ます。まあ、表情まで寝ておきましょう。で、金をせしめ出奔だ。お、ヨシテルに名前を変えたな。この時点で出奔する。三好に出奔でも行っちゃいいのかな。まあ、ただもう浮田のところに行きましょう。まず方針に行け。まあ、こんなんどうでももういいですけどね。で、軍備で金3000。うわ、修行しか選べない。なんたる無駄。であればもうこの足で出奔しよう。さらばだ。これで義輝のもとを出奔です。この進め方が本当にいいのかどうかは完全にわからない手探りなんですが、信じていきましょう。一スロー人の身分から岡山城主浮田直家の元に行きましょう。で、仕官させてもらいます。まあ、そのために実は浮田直家のところに通って親密度は高めておいたので、まずは茶席、そして極めつけに仕官を申し込みます。仕官なるか否か。大丈夫だね。よし、これで浮田家に仕えた形ですね。なので陪審になります。この状態で直家がうまく謀反を起こしてくれて、それが成功すれば関心が、2回のうち1回できるということになりますね。表情まで54日か。じゃあちょっと周りのまた家々を回って、新しく浮田家に仕えましたよっていうね、挨拶回りをしていきたいと思います。はい、茶道の称号を得ました。浮田直家に繰り返し、お茶接待を行った結果ですね。ではこれでですね、表情まで残り5日、少し体力が減っているので表情まで回復していきましょう。
これが初めて浮田家での表情になります。これまでの間各国を回ってひたすらお茶外交をしてきました。では軍備ですね、意見を述べます。内政にしましょう。まあ、ちょっとでもね軍港を貯めていきます。軍資金調達でいいかな、4000貫収めればいいんでしょ。さっさと4000貫を獲得していきましょう。では金を集めていきます。はい、では謀反を促していきたいと思うんですけども、一旦ですね寝てきます。合戦になってもいいように寝てくる。で謀反を促し、謀反を成就してもらう、まあ、そのための段取りをしていきましょう。まずはそうだな、茶を振る舞いましょう。でその上で謀反を促す。ちょっと待ってね、一応セーブをしましょう。なんか下がるらしいので、まあ、いわゆる有効度みたいなものが失敗したら、労働を繰り返すということですね。ではセーブしましたので晴れて直家に謀反を促します。さてどうなるか、大名となってくれ、宇宙の神になれと申すのかですね。お切れて却下されるかと思いきや直家が謀反。よし、これで成功すれば OK だな。これで裏神を倒して謀反を成功させれば関心2回のうち1回が完了ですね。ではちょっと周辺の様子を見ましょう。裏神の領地は砥石山城、天神山城以上だよね。2つの城、いや光月城もあるのか。3つか、結構でかいな。まあ、ただ直家も強いはず。武家宅はああこんだけいるわけだな。5人いれば出陣してどうにでもなる。風林火山が欲しいな。こうなってくるとより一層。表情まで31日ありますので、まあ、西園寺家このあとね浮田がうまく裏切りを完遂してくれたら次は西園寺に仕えておきたいので、西園寺さんのところに通い詰めておきましょう。で次の表情で合戦を仕掛けていきます。では表情に出ます。そこで合戦を早速促しましょう。裏紙を倒さねばならない。星二軒合戦、合戦の目標は砥石山城、ここを攻略する。合戦だ。いやいや、裏紙家を攻める理由めちゃくちゃあるじゃん。まあ、ただね、まあ、直家さんがそうおっしゃるのであれば見送りましょう。軍資金調達にしましょう。ではまた金を集めて戻ってきます。はい、ではですねちょっとなかなか合戦フェーズに移ってくれないので、今回はねここで一旦終わりにさせていただいて、次回合戦フェーズ入れたらですねそこから再開していきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。